皆さんこんにちは、スマシ TV です。10月24日、旧ジャニーズ事務所からの独立を発表した嵐の二宮和也さん。個人で活動する一方で、僕は明日からも嵐ですと宣言し、活動再開時は共に活動するスタンスを表明。そして10月29日、自身の X でスマイルアップから独立して、個人としての公式サイトを姉と作ることを明かしたことで話題になっています。今回は二宮さん、そして嵐の今後、突如現れたお姉さんについて調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。今嵐で話題になっていることといえば、最初に思いつくのがファンクラブ問題です。二宮さんが独立することによって、嵐のファンクラブが今後どうなるのか。嵐のファンクラブには300万人いると言われており、年間のファンクラブの収入は300万人4000円120億円という計算となります。嵐が現在活動休止しているにもかかわらず、嵐が復活することを期待しているファンはファンクラブに入り続けているので、ネットでは二宮は独立しながら嵐のファンクラブ会費も集めるって、架空グループに上納金を納めるファンも大概だな、実体のないグループがファンクラブ会費集めるって詐欺じゃない、嵐が詐欺グループみたいじゃんか、もういい加減、嵐の活動再開が本当にあるのかはっきりしてくんないかな。今なんてほぼ解放だけでバカ儲けして、かすかに希望を持たせるから、迷ってるファンも結局 FC 辞められずに会費払い続けてさ。更新はファンの自由とはいえ、今の状態ってほんとずるいもんだと思う、とまで言われている始末なのです。二宮さんは旧ジャニーズ事務所から新エージェント会社に移籍することなく、個人で活動する場合、個人事務所から活動することになります。そしてあくまで独立なので、退所とは異なります。旧ジャニーズ事務所から退所というフレーズはイメージが悪いと考えているため、独立という言葉を使ったと思われます。独立と退所の違いですが、独立、芸能事務所とマネジメント契約を解除しフリーで活動すること。退所、芸能事務所と全ての契約を解除すること。ここで11月30日に退所する岡田准一さんとの違いが気になります。岡田准一さんはジャニーズ事務所からの退所を発表しても、退所するまでに期間がありました。しかし二宮和也さんの独立発表の時には、旧ジャニーズ事務所から名簿がなくなっており、すでに退所独立していたことになり、少し変ですよね。嵐の今後は二宮和也さんのように個人で活動する俳優やバラエティ番組の時は個人契約の個人事務所になり、嵐で活動する時には新エージェント会社と契約を結ぶということになります。嵐の復活が待ち遠しいですが、25周年になる2024年には復活してほしいというファンの願いが届くといいですね。嵐が2020年末に活動休止してから約3年が経過しましたが、未だに活動再開のめどは立っていません。リーダーの大野聡さんは当初嵐を畳む意向でしたが、メンバー同士や関係各所との話し合いを経て活動休止という形を選んだといいます。今回の事務所の騒動を経て、嵐は事務所と再契約するのか、ひいては活動を再開するのかという問題は長らく注目を浴びてきました。5人揃って説明を受けたと櫻井翔さんが明かすなど、グループとしての動きは聞こえてくるものの、今後のことは不透明。そんな中での二宮さんの独立宣言に、一部の嵐ファンは我慢の限界を迎えています。二宮さんの独立しても嵐発言は解散を恐れるファンにとっては大きい希望となりましたが、一方でそろそろ去就をはっきりさせてほしいという声が相次いでいるのも事実です。そして今回新たに新しい動きを見せた二宮さんですが、10月29日自身の X でスマイルアップから独立して、個人としての公式サイトを姉と作ることを明かしました。二宮さんは今後仕事をするためにもホームページってどう作るんだろうと思ったら、私簡単のなら作れるけど
って姉が言うんで、これから師弟で作ることになりましたと報告。24日付で独立して個人で活動していくことをファンクラブサイトにて発表。26日の投稿では、朝起きてまず仕事、問い合わせのメールを確認と変化した仕事内容について投稿。今までにない動きで新鮮ですと明かしていた。姉の協力を明かした二宮さんに SNS では様々な意見が寄せられた。バカじゃね、家族経営かよ、せこいよな。ニノニノのホームページを指定で作るって家族経営みたいになってる。ニノ姉がホームページ作るんか、なんかいいね。阿部寛みたいなやつにする。でもこの様子だとマジで独立は急だったんだな。何も準備できてなかったっぽいし、他の人はもっといろいろ用意してからするもんな。マジでいろいろ圧あったんか。ニノのホームページ、お姉さんが簡単なのなら作れるって作るらしいけど、阿部寛みたいなのだったらどうしよう、最高すぎ。二宮さんは過去に何度かお姉さんとのエピソードをメディアで語ってきました。2013年放送の VS 嵐で、8月1日といえばという話から二宮さんが、3日後にうちの姉ちゃんの誕生日ですねと、お姉さんの誕生日が8月4日だとコメントしていました。また同年8月18日放送のベーストームでは、お姉さんの誕生日を祝ったかを聞かれ、32で弟に祝われる誕生日ってどうなんだろうと、当時お姉さんは2歳年上だと明かしています。また同番組では過去に腹痛で苦しんでいた二宮さんが、お姉さんに病院まで車で連れて行ってと依頼したところ、車を運転すると眠くなるから無理と拒否されてしまった話を披露。その後やむなく二宮さんは自らの運転で病院まで向かったものの、助手席にお姉さんが乗ってついてきてくれたことも話していました。とても気になるお姉さんですが、あまり情報は出ておらず、まずお名前はまーちゃんが濃厚とされているようです。理由は周囲が長澤まさみさんをまーちゃんと呼んでいるそうですが、二宮さんは姉と同じだからという理由で、長澤さんをまーちゃんとは呼べなかったというエピソードがあるからです。過去ジュニア時代に受けた雑誌のインタビューでも、2つ年上の姉のことをまーちゃんと呼んでいることが記載されていたため、この情報に間違いはないようです。そんなお姉さんは過去、二宮さんが到底結婚できる人じゃないと2013年のテレビ番組で言い放っているため、10年前までは未婚だったようですが、現状は不明でした。さらに先ほども少しお姉さんのエピソードに触れましたが、かなりの天然さをお持ちなようで、その他にもよく犬を拾ってきてしまったり、二宮さんが実家に帰ると自分探しの旅から帰ってきたお姉さんが実家の廊下の壁を白いペンキで塗っていたそう。二宮さんに気づいたお姉さんが、廊下に芝生を植えてもいいと思うと聞いてきたそうです。二宮さんもいいんじゃないかなと答えたそうで、本当に廊下に芝生を敷き詰めたのかどうかは定かではありませんが、なかなか面白い発想する人という印象ですね。そんなお姉さんと二人三脚で活動されている可能性もあるため、ある意味期待しかないですね。今後も嵐、そして二宮さんの活躍に目が離せません。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。